国の王女エリカからもらったリボンで姉の愛子に変身した姫子でしたが、ずっと好きだったんだ君のこと。そう。何の音？そのリボン。お、ついにオカマバーに勤めることにしたか。誰がよ。いいじゃないか、似合ってるよ。先輩。わーい、先輩、優しい先輩。今日こそこのプレゼントのお守り渡さなくっちゃ。やっぱり渡せない。さてみんな座ってくれ。副部長、文化祭でやる夕釣りの台本が出来上がったので、今日はいよいよ配役を決めようと思うんだ。夕釣りについてはみんな知ってるだろうけど、純朴な男と鶴が変身した優しい女の悲しい愛の物語だ。そうだな、まず主役のヨヒョウの役を。おい、長谷倉。あ。ねえ、なんかさ、長谷倉先輩最近変だと思わない？ほんとほんと、私もそう思ってた。元気ないわね。そうだ、私ったら自分のことしか見えてなかったけど、先輩は愛子お姉ちゃんに告白したと思ってるんだった。あんな風に逃げられたりして、長谷倉先輩ショックなのは当たり前じゃない。なんとかしなくちゃ。やっぱりヨヒョウは先輩よね。もちろん。姫ちゃんは？はい。それじゃあヨヒョウの役は長谷倉に決定。お、長谷倉分かってんのか？ヨヒョウの役だぞ。うん。どうもありがとう。みんなの期待に応えられるように頑張ります。やっぱり渡せなかったな。でもお姉ちゃん、一体どこで長谷倉先輩と知り合ったんだろう。学校は私立の女子校で別だし。あ、うん、うん、お姉ちゃんちょっといい？何？あのね、長谷倉さんって人知ってるでしょ？長谷倉？知らないけど。え、その長谷倉さんって人がどうかしたの？そうか、もしかしたら顔だけ知ってるんだ。困ったぞ、先輩の写真なんて持ってないし。お姉ちゃん、紙と鉛筆貸してね。見ないでね。できた。あのね、こういう人なんだけど。知らないわ。私も知らない、こんな人。
とお姉ちゃんに話を切り出せなかったな。私の口から言うのもなんか変よね。あー、なんでこんなことになっちゃったんだろ。バカ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 ー。めんどくせえからここから捨てちまおうぜ。やばいよ大地。わかりゃしないって。あ、大地した。あ、やべえ、俺知らないと。あの気の強い少年じゃん。リボンなんかして何おしゃれしてんだ。そうだ、小林くん。聞きた。クリーニング代ならないぞ。俺はな、重いもんと宵越しの金は持たない主義なんだ。今日のところは勘弁してあげる。その代わり頼みを聞いてほしいの。頼み？そう、あのね。よ、暑いね。何ツーショットしてんだよ。いや、大地はみんなのものよ。場所変えるか。来いよ。でも屋上は入っちゃダメだって。だから誰にも見つからないんだ。で、なんだ頼みってのは。場合によっちゃ聞いてやってもいいぞ。偉そうな態度取れる立場？ちょっと耳貸して。ほいほい。あのね、痴漢になってほしいの。え？いいのか？意外と大胆だなお前。違った、ナンパしてほしいの。ナンパ。ナンパ？せえぞ、15分も遅刻だ。途中で道にでも迷ったのかよ。ごめんね、ポコタがなかなか昼寝しなくて。ポコタが昼寝？ああ、うーん、こっちの話。とにかく打ち合わせ通りよろしくね。ああ。あの髪の長い人が愛子お姉ちゃん。買い物の約束して待ち合わせしたんだ。へえ、美人じゃん。お前と全然似てなくてさ。言うと思った。しかし、なんで俺お前の姉ちゃんナンパしなくちゃいけないんだ。まあまあまあ、それは聞かない約束でしょ。じゃ、10分経ったら始めてね。私は向こうに隠れてるから。途中で誰かが止めに入ったらやめていいから、よろしくね。ま、いいか。さてと、早く長谷倉先輩に返信しなくちゃ。ポコタ気づかずにいてくれるといいけどな。昨日の夜、大反対だったもんな。だって、この間と同じ状況を作って、お姉ちゃんに長谷倉先輩の気持ちをちゃんと伝えなくちゃ。ダメだよ、そんなおかしなことにリボン使っちゃ。何がおかしなことよ、これでみんな丸く収まるじゃない。収まらないよ。どうせまた事態をややこしくするだけだったら絶対にダメ。だって、他に方法がないじゃない。大地とも約束しちゃったし。なんて、実は一度先輩に返信してみたかったんだってのが大きかったりして。よし、誰もいない。いよいよ憧れの長谷倉先輩に返信よ。やんなきゃ。パラレル、パラレル、
に先輩になっちゃった。あ、私ったらなんて恐れ多いことを。思わずこんなことしちゃったりして。遅いわね、姫子ったら。へい、彼女。俺と二人で生かす時を過ごさないかい？楽しい夢を一緒に見ようぜ。あの、私今妹を待っていますので。またそんなこと言って、釣れないじゃないか、ベイビー。あいつ、結構乗ってるじゃない。お姉ちゃん、なんて答えるかな。好きなんだ、君のこと。私そんな風に思えないの。だったら少しラッキー。ああもう私ったら諦めの悪い。先輩の好きなのはお姉ちゃんみたいな女の子なんだから。嬉しい、私もあなたのこと好きだったの。もう知らない。だからさ、君、さっきから見てたけど嫌がってるじゃないか。彼女、いい加減にしておけよ。先輩の声かっこいい。なんだよてめえはよ、人がせっかく口説いてんのに横取りってのはねえよな。え、何やってんのよ大地、さっさといなくなってよ。よ、横取りなんてそんなこと。私は、私、あ、いや、その暖かい日だな、なんちゃって今日は。いやいやいや、暑い暑い。変なやつ。困ったな、うん、もう。あ、おい、こうなったらやけくそ。好きです。そのあなたが僕は、お兄ちゃん。え、何してんのこんなところで。ちょうどよかった、一緒に帰ろうね、お兄ちゃん。先輩の妹。お兄ちゃんはね、今日ちょっとね、本屋に寄るから先に帰ってなさい。じゃあエミも行くよ。ダメダメダメ、先に帰りなさい。ごめんごめん、悪かったよ。お兄ちゃんと帰ろうね。ね、漫画の本買ってあげるからさ。ほんと？はい、嬉しいな。漫画って言ったらどうしよう。じゃあ、俺はこれで。わけわかんねえな、なんでこんなことしなきゃいけなかったんだろう。だいたいリボンの少年はどこ行ったんだよ。あ、さっきの変なやつ。また今度ね、今日早く帰ろう。結構ケチでやんの。え？あ、買って買ってよ。同じ顔した人間が二人いる。どういうことなんだ？
緒なの？うん、ただいま。おいしいケーキあるわよ。さ、早く手洗ってらっしゃい。やったー。あ、俺後でいいわ。そう、じゃ残しとくわね。俺部屋にいるから。こうなったら早く先輩の部屋の窓から逃げよう。こっちじゃないよね。先輩の部屋だ。夢だったな、ここに来るの。こんな風に叶うなんて思っても見なかったけど、さっきお姉ちゃんの返事聞けなくってなんだかよかった。どうして先輩の好きな人は私じゃないんだろう。あ、なこと言ってる場合じゃない。鏡ルレラパルレラパ、元の姿になあれ。早く逃げなきゃ。先日はあやがお邪魔しちゃって。あやってはね、ちえちゃんちの泡のお風呂が気に入ったらしくって。遠慮しないでまた来てね。あら、私も行っていい？ええ。どうしよう、これじゃ降りられないよ。ただいま。あら、こいつまた出てったの？またって？だってさっき帰ってきたでしょ。何のこと？俺、今までずっと外にいたけど。だってあなたエミと一緒に。何言ってんだよ、変なの。俺カバン置いてくるから。あれ？ギリギリセーフ。何やってんだよエミ、お兄ちゃんの部屋で。ごめんなさい、今出てくから。それじゃあお邪魔しました。エミ、ちょっと変だぞお前、真っ赤な顔して。熱でもあるんじゃないか。かなり暑いな。お母さんに言って薬飲んどけよ。うん、そうする。ちゃんと飲むんだぞ。お兄ちゃん、誰か来てたの？え、何言ってんだ。今お前と喋ってたろ。それよりちゃんと薬飲んだのか？お兄ちゃんが飲んだ方がいいんじゃない？姫ちゃん、どこ行ってたのさ。ずるいよ、僕が寝てる間に出かけちゃうんだもん。もう姫ちゃんたら。どうしたのよ今日は。自分から約束しておいてすっぽかすなんて。ごめんなさい。もう、なんか怪しいな。リボンをあんな風に使っちゃうなんて。
人じで、おっちょこちょいで、あわてんぼう。